ガルチはアメリカの競争馬である。現役時代に G1 競争を7勝をし、守護馬としても成功を収めている。1986年6月にデビューし1着。その後連勝を続け、G1 競争2勝を含む5連勝まで伸ばしたものの、6戦目の G1 のウォークステークスでカポーティの2着に敗れ、連勝がストップ。自走。 ブリーダーズカップジュベナイルでもカポーティの5着に敗れた。そして、エクリプス賞最優秀二歳ボバも直接対決で2度、敗れたカポーティが受賞することとなった。1987年は、アメリカ三冠競争への路線を進むが成績が安定せず、勝ったり負けたりを繰り返した。ウッドメノモリアル招待ステークスで3つ目の G1、タイトルを獲得するが、三冠競争の ケンタッキーダービー6着、プリークネスステークス4着、メトロポリタンハンデキャップでは、小バ相手に優勝したものの3冠最終戦の、ベルモントステークスも3着と大きいところは取り、逃している。この後も、アメリカの主要中距離 G1 を中心に6レース、走ったが2着3回と勝ちきれず、ブリーダーズカップクラシックでは9着と惨敗した。年は、一般競争。 G3 ポトレログランデハンデキャップと短距離戦で連勝。9ハロンと距離を伸ばしたオークローンハンデキャップは3着。再び距離を縮めた7ハロンのカーターハンデキャップ、8ハロンのメトロポリタンハンデキャップと G1 を連勝。この後7ハロン9ハロンのレースに使われるが5戦して2着4回と、昨年同様の勝ちきれなさを露呈。自走は得意の短距離戦である。 ブリーダーズカップスプリントに出走し優勝。この勝利でエクリプス賞最優秀短距離場のタイトルを獲得し、それを手土産に引退した。結局8ハロン以上の距離では一生止まりで、短距離戦でこそ進化を発揮する馬だった。2年半ほどの競争生活で32戦をこなし、その多くが G1 競争であったにもかかわらず、6着以下に、 敗れたのは二度のみとほとんど大敗することがなかった。種ボバとしては世界各地でステークス競争優勝馬を排出している。前述の通り自身は短距離向きの馬だったが、3区にはケンタッキーダービー、ベルモントステークスを勝ったサンダーガルチ、欧州の中距離戦線で活躍したネイエフなど距離が持つ馬も出ている。アメリカ、欧州、日本で GI 競争優勝馬を輩出しており、芝、ダート元はない。日本では NHK マイルカップ、ジャパンカップダートを買ったイーグルカフェが代表3区となる。受精能力の低下により2009年にタネボバを引退する。2016年1月17日、ガンとの戦いの末安楽死の措置が取られた。ありがとうございます。